2ボール2ストライク沈んだ5号三振です。ワンアウトランナーなし。10試合連続ヒットで出塁しています。投げたサードゴロ群れ2アウト。手相は速いボールスイングアウトの三振です。4番に起用された伊藤幸也一回ランナー出しました。ですね、うん、ピッチャーゴロはショートゴロ紅林追い込んでいます。最後のボールは曲げた三振で2アウトです。左打者にはこういう使い方もラストボールランナースタートスイングアウトの三振です。ですから、はい、まずは出塁が鍵ですよね、うん、合わせた打球です。センターフライ先ほど津崎は三振に倒れています。セカンドゴロ西野2アウトです。小深田小郷と倒れています。沈んだ三振で3アウトです。味方狙ってショートゴロ紅林ワンアウト。こちらもイニングの先頭はなかなか出しません。曽谷そうですね粘り強く投げてますよね。曲げた空振りの三振今日奪った曽谷が6つ目の三振です。外からね外のボール今日の50球目狙っていきましたがサードゴロ下がった群れ3アウトです。見た見逃しの三振です。これで三振が7つ目と広がりますからね、一塁方向です。バントヒット狙ってベースカバー入りました。狙ってフライが上がったレフト西川3アウトです。2アウトランナー2塁3塁得点のチャンスはありました。